って悩んでますけど。はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。イエイはい、今日も見慣れたバイクドクターさんでの作業風景、復活したモンキー。早くも入院でございますという。はい、このオイル漏れの正体を今、探しているところです。え、そこからも垂れた。だからここ流れてきたのがこの一番頂点で落ちる。ああ、はいはい。うん、まあオイル抜いてやってみよう。やってみようか。そうなんじゃ、ドレンボルトのとこのあそこのワッシャー長いこと火炎系あれかのと思ったりしたけど、そんな甘いもんじゃなかったか、やっぱし。こっちのここらこの辺も濡れとるよ全部ほら。ほら、ここらまで。それ垂れていっとるどっかからってんじゃなくて、もうそこの面があって。面面が怪しいかもしれん。出た。いや、まだ、なんとも言えんけど。なんとも言えんけど。なんとも言えんけどね。はい。まだオイルは綺麗だと思うんだけどな。ここでなんか変なもん出たらもうとんでもなく嫌なんじゃけど。400キロぐらい走った。まだ暑い。それ暑いよ。イオンすげえ上がるんじゃん。よいしょ。あ、でも金粉はなさそうかな。いや、ちょっとなんか変なのがグニグニしてますね。やっぱしクラッチっすかね、あれは。うんだばっかしのクラッチっすかね。お、風で飛ぶぞ。風で飛ぶぞ。よいしょ。あれ、上の蓋緩めた？ああ、緩めた。もう取っとる。ああ、はい、はい。無理かもしれん。あ、また忘れとった。この間、三笘くんとこで、あれじゃったんじゃ。これネジ、下のなとがない。ないんじゃ。そうじゃ。下がない。そうじゃ、そうじゃ。それなんか探さない。うん。はいはい。帰り三笘くんのとこを呼びしたときに発見してしまう。たわんね。たわんじゃろ、うん、面白い、ちゃんとできとんや。久々にいじるからもう全然感覚がわからんな。入れてみてさ、頭のこれぐらい残りでこう出るかで決めりゃええんで、うん、そうそう、いつもそうやってやるんだけど、うん、そこでも液ガス塗ってない？これあのクラッチケースは塗ってないんじゃろ。いや、塗らない塗らない普通は。ただ今回塗らないかんのかもしれない。塗らんとダメかもしれない。うわ、お出るね。まあいい塩梅のとこに受けてくれた。うわ、見事に扇風機の風が当たるよ。あの、あ、オイルを飛ばしてくるよ。邪魔邪魔。うん、ほんまじゃ。汚れるね。バイクが油まみれになるの、走るってもなるんで、暮らしの場合気にはしないんで、うん、いや、うちも嬉しいか、油だらけになるの、あの時々これこぼすけにましてね、バシャーって、あーってなるよね。なるよね。なんでって言いながら、うん、ノックピンを入れ忘れてますとかないよね。あるよね。あー、入ってる。そこ入ってる。うん、そんなにガスケットも綺麗なね。いや、そう、この間新品買えたんだけど、ね、うん、全然悪くないように見えるけど、ね、傷が、わしがこさえたとこが傷になっとるのはわかるよ、うん、
あの元のガスケット剥がすの、うん、でもそこは何遍もやってるけガスケット剥がしをするのにこさげたようなことはないような気がするんだけどなと思う。全然再利用できるレベルなんだよ、うん、だと思う、まあ、しないけどして漏れた時ほど悲しいものはないから、うん、ピンもちゃんと入ってるね、問題ない感じで。ピンがサイズ違うってことある？ない。ないよね。なかったらここ入らんし、ここグラグラになるんで大丈夫 だと思う、うん、最後のゴール、まあ、ピンが、うん、こいつが押して、うん、塞ぎ切らんいうのがあるかもしれない、長さが合わんかったら。あ、うん、こっちとね、あ、うん、可能性ゼロではないか。あ、そう、あるかもしれん、うん、こいつがまあ普通に見えるから大丈夫だろうと思うけどね。いや、どのピンがどれだかわからんやなって、うん、ここじゃろうと思って入れたんがあるんじゃけど、うん、それ硬い、ここはちょっと、いや、これぐらいの長さだと思う。一緒？気持ち違う。え、最初に外した方が長い。下が長い。うん、こっちが。やばいね。それか、原因。いや、一緒。一緒？いや、一緒。ああ、見た目が長く感じただけで。いや、でも手で触ったらね、高さが違うように感じるんよ。いや、実はノックピンどれがどれやら分からへんなったっていうのがあって、あ、ほれほれ、やっぱり下長いじゃん、入れとった、こっちに入れとった方が長い、それで漏れおるかもしれん、締め切らんで。ああ、削る、うん、削ろうか、削ろあれだってピン入っとった、一気にするだけじゃ別に長さ長さ関係ないもんね。削ろ、それか、見て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 、これこれ微妙に違うじゃろ、高さが。それかね、こっちと、うん、違うね、こっちがここで邪魔しょった可能性があるよね、うん、それか、うん、だからこっちをここに入れて、うん、しまえば問題は解決するんじゃないの。なるほど、うん、可能性としてはそうか。ほらほら、ああ、ちょいコマ何ミリ長い、うん、で、ここの R の面取りの削り方もちょっと違うじゃん。うん、いや、これ違うノックピン入れとる可能性がある。その可能性がある、うん、いや、どのノックピンだか組むとき分かんなくなって、エンジンのあのシリンダーの方のやつも、うん、じゃあどれか違うかもしれない。そうどれか余ったやつで、でもハマるけこれだろっていう、まあだから径が一緒なんでね、そうこれはちょっとこっちの長さになるまで削るか、うん、なるほど、うん、なるほど、こっちもしも組んどったらもらんかったかもしれんね、上側じゃけ。ああ、そうだね、うん、そうだね、ちょっと上が 0.0 何ミリクリアランスが開いとっても、うん、こう下に垂れることは、でもここらにちょっとにじんできたかもしれんけどね、なんでここらに油にじむんだろうっていうのがあるけど、下にボタボタ落ちることはなかったんじゃないかね。それかい、これのような気がします。とんでもないとこに原因があったっていう、素人整備は嫌だね削ろう分かる、うん、そうだろうね、うん、どっかクラックとかな もろもろはないじゃろ。ないと思う。俺組む時にあったら分かるもんね。メンツラもまあまあまずまず綺麗だと思う。だってそこオイルストーンかけたもん。うん、うん、全然オイルストーンというか砥石、うん、いや砥石砥石オイルストーンって、うん、もう砥石なんで、うん、うん、一丁前にかっこいいこと言うけど別に砥石なんだねえ、うん、砥石かけたもん。まあそれをオイルストーンじゃけ、まあ若干こう湿らせてこう研ぎなさいよっていう、うん、そのまま研ぐんじゃないよっていう、いや CRC つけてやったもん。あ、そう、うん、うちもそう、うん、
でも糖質化したら俺天下一品なんや、祭壇ボルトずっと研ぎよったけ実言うと。怖いけど上にしとこう。うん、そっから吹くことはな、さすがにないと思う。使ってないけね、オイルの底は。そのギアかき上げとるだけじゃけね。いや、それでも下は入る。いや、入った。あ、入った。すんなり入った。すごくすんなり入った。スルッと入った。やだね。うん、そんなとこに違いがあるだけで嫌だね、うん、はい、トレンのガスケットも変えてもらって、これでオイル入れて漏れなければよし。なんとなく原因っぽいのがあのなんだっけ、スタッドボルトのノックピン、ノックピンだったような気がしてきたんで、それでエンジンオイルが漏れなければいいんだけど、漏れたらさあどうしましょう。ケース交換、ケース交換。また探さねえ。新品出るのは出るんだろうけども、もう出んのかな。どうなんだ。でももうあの共通なパーツが多いじゃん。うん、だからなんかまだ持っとるんじゃないかな。なんかありそうな気がするよね。うん、社外品もあるしね、うん、ただこっちのありそうはメーカーには通用するのでね、うん、ここでもう漏れたんだよね。はい、全く気配がありません。やったー、バイク屋さんやっぱ最高。まあでこうやって止めても漏れたもね。そう、ボッタラボッタラ。そう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 、これで滲むぐらいの量は減るうちに入らん。あれから比べりゃ、あ、そりゃそうじゃ、もうこうやった時点でもう下に染みがもっと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 出よったんで、本当なら走りながら足さねえけんぐらいじゃん。そう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 、やったー、復活じゃわい。大丈夫と思いますよ。はいはいはい、またオイルを一回抜いて、もっぺんケースをチェックして、ノックピン削って、締め付けトルクももっぺん確認して、はい、さあドキドキの、さっきよりかはマシになってると僕は思うんですけど、どうでしょう。もうステップをつけてます。今日はもうここまでですね。オイル交換は、オイル漏れ事件は滲むぐらいならいいんですけどね。どうなんか本来のものがわからん。はい、一応ね、ポタポタとは垂れてないんですけど、じわっとは滲むレベルになりました。あとフロントフォークを、はい、シム3枚、シムというかワッシャー3枚かまして、フロントフォークのオイルの量もちょっと 30cc ほど足しました。カチカチになったフロントフォークはという感じでね、今日はいろんな作業をしてもらいましたよ。全然自分の手が汚れ、いや汚れてんな意外と。あ、はい、そんな感じで、はい、今日もバイクドクターさんでモンキーいじりでした。助かりました。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。